はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ロザリアでございます。今日はもう春の定番といえばこちらっていう感じですけれども、いけばなはねちょっと先取りしていきますので、まあ動画をね皆さんが目にする頃にはちょうど見頃かもしれません、まあ早めにやっておきたいと思います。さあ今日の花材を紹介したいと思います。はい、今日の花材はこちら、じゃん、桜になります。まあ、桜も一言にはね言えないほどたくさん種類がありまして、おそらくねこれはね慶応桜じゃないかなと思うんですけれども、間違ってたらごめんなさい。今がちょうど、まあ、いけばなでは旬かなという感じのお花になります。今日はこれで一周いけをやっていきます。それでは動画スタート。はい、今日選びました器はですねこちら、桜のような、ね、模様が入った、今日はね、大体行ですね、横と縦が同じぐらいの長さですねの柿になります。まあ今日はね完全にそういうものよりも柄で選んでます。まあそういう選び方もあります。まあいろいろ思いを込めて選びますので、まあ形式はね行なんで、これに合わせてサイズ感出していきたいと思います。前回の三種よりは少し広がりを持たせた生け方にしないといけないということですね。で、今日はね中にこれは、焼き物でですね、台がここら辺についてますので、高さがね調節できません。まあ調節するようなグッズもあるんですけどね、やっぱちょっと安定がね悪いかなと思うので、もう深ければもうこの深さに合わせて選ぶようにするしかないですよね。ということで今日は中に、剣山がよ入っております。台はねくっついてるので取れないですね。で石に入れ替えることもできないので、このまんま水を入れてスタートということになります。ではよいしょ、まず芯をね選んでいきましょう。絡まってる、結構絡まってる、結構ちっちゃ、ちょうど見頃っていう感じですね。若干放置してしまったので来た頃はねつぼみだったと思いますけれども、まあ、ちょうど見頃の時に生けれる感じですね。ではどうしようかな、これがね芯がいいかなと思うんですけど、割と可愛めのね細い木なんで、本当は細い器の方がいいような気がしますけど、でも柄がすごくね合いますので、いつも桜を生ける時はこの器を使っています。ちょっと小ぶりですね。さあこれはどうでしょう、ちょっと間延びしてます。やはりこれが芯が一番かっこいいんじゃないでしょうか。これでいきましょう。では、まず、たくさん横枝になるところは、全部カットしちゃいますので、縦ラインですごくたくさん取れる位置を探します。
ここですかね。ここが一番、桜が一番残せそうな気がします。この辺ですね。さあ、サイズはですね、だいたいこれぐらいですかね。仕上がりこれぐらいで、こっから下はいりません。切っていきます。どこだった？あ、ここですね。で、このイン型にあるような枝はね、完全に使いませんので、あと下の方にある枝も使いません。はい、カットしていきます。あとここら辺まではいらないかな。はい、あとはね、まあ使うかもしれないので、切ってしまったら戻せませんので、消化は、立花自由花は戻すことができるので切ってしまっても失敗はないんですけど、消化だけはね、切っちゃうと元に戻せないので、このままいきます。で、これもですね、だいたい、拳1個分と言われていますが、私の拳とですね、おそらく、男性の拳では指1本分ぐらい違うのではないかなと思うんですけれども、一応拳1個分というすごくアバウトなことを書いております。はい、こんな感じ。だいたいまあ5センチぐらいですっていうことですかね。だいたいね、私の指1本がですね、1センチなんですよ。だからまあこの5センチぐらいあればいいですよっていうふうに私は解釈しております。まずここに、よいしょ、水際のところを作っていきます。あ、怖い怖いですね。はい、意外と粘りありそうですね。まあ、木によってね違うんで、まあボキッと折れることもあるんですよね。こういう感じですね。そして、戻ってくるらへん、この辺戻しますかね。戻ってくるところにまた、ちょっとだけ切り目を入れてですね、感じながら折れそうな手前で止めます。はい、ここまでやったら大丈夫よっていうところのお知らせをですね、感じながら、全身で感じながら溜めていきます。けど折れてませんので、この辺もちょっと矯正します。はい、こんな感じですかね。はい、それではですね、足元こういうコブですね、小枝がついていたような、こういうコブはしっかりね、まめに落としましょう。これをやることで、水際が綺麗に仕上がります。割とこれみんなやらない人が多いので、
特に、今ね私剣山でやってますけど、またぎで行けたりするような時にはこれがもう必須になってくるので、剣山で行けてるうちにこれを癖づけておくというのがね大事です。まあ剣山使える器で行けるんだったら剣山で素直に道具を使えばいいと思うんですよね。ただどうしてもまたぎでしか行けれないような器も時々あります。でそういう場合にですね、自分がみたいなこの器使えないじゃんみたいに思っちゃうよりも、あ、じゃあこれこんな風にしてまたぎで行ければいいやって、どっちも対応できるように自分が慣らすためにも、そういうね日常から訓練をしておけばですね、すんなりまたぎの苦手意識が取れると思いますので、普段からねそういう癖づけ大事ですね。ここもちょっと寄せときましょうかね、まあ、切っちゃうかもしんないですね。これはいなるべく使いたいです。温存派 で真ん中に刺します。で大体ねセンターラインに戻ってくればいいです。絶対戻んないといけないってことはないですけど、自然のものなのでね、なるべくセンターラインに戻ってくるように、一回奥に倒れてセンターにこう帰ってくるような形にします。溜めてあるんで、ある程度はそこで曲がるようになってます。はい、こんな感じですね。これでちょっともうちょっとこうかな、これぐらい、これぐらいでだいたいこういう感じのね、一回後ろに下がって前に帰ってきている感じの動きになっているのではないでしょうか。はい、そしてソエを入れていきたいと思います。ソエはね横枝さんがですね、あんまりわかんないです。これも立ち枝かな。これも、これは横枝ですね。これいきましょう。これ横枝なんで、こういう感じで添えていきます。うん。じゃあ、これはいらないかな。はい。こういう風に真横にフラットなラインをまず作っていきます。それをスッと入れるだけで添えになりますので、こういうやっぱりこういう状態でこう入れようとしてきて、結局いろんなとこカットしてこんなひょろんとしたのしか残んなかったみたいなことになりがちなんで、このフラットな状態に持ってきて、理想はこういう日本に分かれたものが、もともとあればこういうの使うと奥行き出せます。ない場合はですね、こうやって2本入れて奥行きを出していくような感じになります。でもこういうのはもう元からある場合はこういうのを使いましょう。
そして奥行きをこうやって出していきます。こっちの方が綺麗かな。こう使った方が綺麗かも。お花がいっぱい取れそうな気がするんで、こう使いましょう。はい、では向こうにね行っちゃってるので、ちょっと戻します。こんな感じ。あ、戻りましたね。はい、よし、こう。だいたいねこの辺から分かれていくような感じなんで、この辺に手を作っていきましょう。こうなんで、こう、こうですね。こんなもんかな。さあ、もう一箇所ぐらいね割っていきましょう。近場で割るときって手で結構力入れにくいので、こういう見えないな、多分みんなには見えないんですけど、あの机の角とかを利用してですね、角に、今ちょっと切り込み入れたところを当ててですね、そこで体重かけます。で、そういう時も必ずこの親指のね皮を切り込みのところに当てる。そうするとですね、パーってその折れた勢いで折れることはないです。感じですね。はい、ではよいしょ、切っていきましょう。で、そしてこのちっちゃいコブをですねしっかり取ります。で、溜めたところに手を添えて、振動で、ハサミの振動でね骨折しないように守りながら、割りをしっかり入れていきます。ちなみに桜はですね、染めにも使われるぐらいですね、割と、茶色くなりますので、まあ、白い服を着ながら、必死でいけないようにっていうことですね。茶色くなります。草木染めなんかでもね、桜染めってあります。本当にこの桜のような若干ピンクを感じるような茶色に染まります。行き終わった後、なんかモテ遊ぶようでしたら、こういう枝の端とかを集めてですね、煮詰めて草木染めみたいなこともねできますね。まあちょっと私はそこまでそこまで愛情がないって言っちゃいけないかな。いろんなことやってきましたけどね、なんか染めはやったことないですね。そういう環境が叶う方がいらっしゃいましたら、ぜひね、庭がないとできないよね。
家でやったらめっちゃめっちゃなんか草木の匂いがすごいことになりそうな気がするんで、ちょっとやめときましょう。これね、この芯の枝もちょうどうまく使えていい感じなんじゃないでしょうか。もうちょっと広げたいですね。こんな感じですかね。でちょうどねこの、一番、外の輪郭がこれになります。今日はねでこれよりも下にあるものは外していきます。真正面に見てですね、やりすぎると変になるんである程度でいいですけど、今日はたくさん枝がついてるんでね、外しても変じゃないかなと思います。で一個一個ねちゃんと上に向くように修正していきます。ここら辺もね、お花下に向いてるんで取っちゃいましょう。よ。今ね寒い時期なので、この満開の状態しばらく楽しめると思います。こんな感じですね。これでだいぶお花もね。温存しながら行っております。これで芯操縁ができましたので、次は胎の部分に移りたいと思います。これぐらい欲しいですけどね。いや、あのね3周の時も思いましたけど、今年の枝ってものすごい急成長したんですかね。なんかすごい間延びしてますよね。すごい長い細くヒューンと伸びてちょーって入ってる感じの構成の枝がものすごく多くてね、お花いけるのは難しいですよね。やっぱりギュッと詰まってるものの方が行きやすいのが正直なとこですけど、まあでもそう年によっていろいろなんで仕方ないですよね。ここからやっぱりこういう感じでいきますか。ここからここの枝の部分を使っていきます。でここはまずこのね半分だけ切り込みを入れます。そしてこれをこうやってシャッてやります。そしたら折れたみたいになりますので、これを使っていきます。この部分を使います。この辺の枝はいらないですね。
昆布を処理して、もし切った時にね、すごくこう昆布をグッと入り込んだ場合、こんな風にね、緑色になりますよね。中の木肌が見えてしまって、こういうのが見えるの嫌だって言って切らないっていう人も結構多いんですけど、これ見えた場合、すごく生き上がった後目立つ場合はですね、ここに、薄摘み、なんだろう、筆ペンでもありますよね、薄摘み用のペン、ああいうのを、ちょっと潜ましといて、で最後にこうどうしても目立つなと思うときはそれを塗ってください。そしたらね、割と見えなくなりますので、がっつり黒い墨汁でやるとですね、かえって目立ちますので、薄摘みの買っておくといいですね。さあ、よいしょ、こういう感じで一番手前を作っていきます。ちょっとまっすぐになるよね、回します。こんな感じですね。ちょうどね、器のこの端ぐらいまで来ればいいですけど、もうちょっとこっちかな、これこのぐらいかな。ちょうどこの端ぐらい、こっち側はちょうど2倍ぐらい、2個分ぐらい、ちょうどこれぐらいなんで、これぐらいの範囲に収まるように持ってくるといい感じのサイズ感になります。これを、少し変形させてもいいです。それは、誇張と省略という感じでですね、こっちがちょっとタイトめになったので、こちらで補いましょうということで、こう芯の白がバーッと出てきたりとかですね、そういうやり方もあります。これは割と基本形だと思ってください。これで芯添えたいという形になりました。まあ、もしそれは無理やりやらずにですね、もしできそうなそういう場合の話で、基本形で生きれる場合は基本形で生けるのが前提ですね。あえてそれを今日はやりたいからって無理やりすると変になっちゃうので、なるべくお花に無理をさせないように作っていくのがいいですね。はい、今回もですね、ちょっと太いところを新米に持ってきたいと思いますが、細いんです。全体的に今日のね、花材が細いので、あんまりこうぶっとさが出ないかもしれません。まあ、先ほどのこれは芯の、余りですけれども、これをちょっと足して入れときましょうかね。引っかかった。よいしょ、戻します。こんな感じですね。迷った。よし、ではこれをそのまんまね、入れていきたいと思いますので、まっすぐに今日
矯正し直して、はい、でこういう出っ張りを全部きれいに取ります。そしてここね、ちょん切った感じをなくすために後ろもちょっときれいにして、でこういう感じで入れていきます。で手をこの辺で作りましょう。ずれましたね。腕を作ったのでずれましたね。よ。こんな感じですね。で、ちゃんと。V に切って、これぐらいの太さならねできます。この V 字に切ってですね、これを細かく割っていきます。剣山を傷めないためにもなるべくここで細かくしましょう。ある程度ね、2、3回やったらいいわぐらいで割りをしちゃうとですね、あ、大丈夫かな、しちゃうと、折れちゃったかな、切るか、割りをね入れちゃうと剣山を傷めることになるのでね、なるべくここでは細かく割りを入れて、できる限り剣山への負担、そして自分の体への負担ですね、思いっきり力を入れないと入らないとなるとすごく体力を消耗してしまいますので、なるべくねここで深く割りを入れてください。さあこれでですね、新米完成でですね、ちょっとヒューッとした新後ろを今日はね入れたいと思います。このひょろんとしたの可愛くないですか。ちょっとね、まあ気持ちタイトめに仕上がったんで、こういうの入れてもいいかなと今日はね思いますので、これを入れたいと思います。この子を入れたいと思います。あー引っかかる、よいしょ、はい、あとは切っていきましょう。いらないところはどんどん削っていきます。こんなもんかな、ここもいらないかな、後ろだけなんで上を、ここも同じように半分だけ切り込み入れてスッと削っていきます。なんかピロンってしたらこれはもうハサミでちょびっと、こういう感じで、なんか台風で折れたんやなっていう感じに仕上げてください。でこれをですね、この辺にシュッと出したいと思います。可愛いでしょ。
割とだから一周忌はね自由性が高いです。極めていけば割と楽しいと思います。一番つまんないのは二周忌ですね言っちゃあかんからあのオフレコで、個人的にねそう感じます。いろいろやってて、で新風体はまだまだ未開拓な感じがして、何が正解かがねいまいち分かんないから、なんかすごい綺麗やなできたって思う時と、うーんってなんか全然いけたけどうーんっていう人の落差が激しいので、なんかまだマスターしきれてないのかなっていう感じがしますね、自分の中でね。こういう感じのちょっと1本入れたいと思いますね。ちょっとヒュッと、ちょっとヒュッとしたいよっ感じかな、ちょっとヒュッとしたやつ入れとけましょう。今日はねなびいてるやつ、風でスボッとなびいてるやつ入れとけましょう今日はね。そしてこの今ここガランドなんで、ここにお花を埋めていきましょう。でさっきね横に避けておいたこういう枝捨てずにね取っておいてですね、こういうのでね、補いそうだったらね補っていきましょう。まあ、難しかったら他の枝からですね取っていくといいと思います。でさっき切り落としたところですね、これどこだ、ここかな、ここなのでね、グループとして同じグループの人たちなので非常に相性はいいと思うので、なるべくこういう同じグループの人たちを残しておいて使うと綺麗に切れますよね。特に一周忌は本当は一本の木から全部取れたら素晴らしいんですけど、まあ、なかなかそういうわけにもいけないですよね。だからなんか置いとくといいですこういうのね。これシュッと入れたらいい感じなんじゃないでしょうかね。細かく割りを入れます。で特に草紋の剣山使ってる方はですね、針の目が違いますのでより細かく入れないといけません。でわざわざ木と草用って分けて買うのもね大変だと思いますので、まあ剣山消耗品なんで大変だと思うので、なるべく万能なのをね選んで買うといいと思います。またリクエストでねそういう道具のお話をしてくださいみたいなのがね何件か届いてますので、近々近いうちに、そういう道具の話の回をね作りたいと思ってます。まだちょっと先にお花がダメになっちゃうので先にお花からやっていきます。またちょっと空いた時に作ってあげたいと思います。本当はね多分皆さん道具の話とかハサミの話の回をやってから生け花のね動画に入ると思うんですけど、完全純駆動でやっております。あ、手前引っかかるんで切りましょう。
で、この間をですね、さっき切った子をこういう感じで入れていきましょう。それから皆さんが、手元を見たいという話がかなりあったんですけれども、ちょっと2カメにするのはまだ、私の編集技術が伴わずで、また編集力が上がったらやりたいと思います。なかなか、一人で全部やってるのでね、難しいんですよね。プロが入っていただければできるんですけど、自分のね、あのサロンから発信しておりますので、道具もあまりない状況でねやってます。さあ、これでですね、あとは太陽黒部分に少しふわっとしたのを入れたら今日は完成になります。ちゃんと皆さんのね、コメント読んでおりますので励みになっております。でちょこっとです、あの奥はね華やかにしては、あの手前がね引き立つようになるので、ちょっとひっそりとお花を奥の方にもうちょっと短くなります。ちょっとちょこっとお花が見え隠れするぐらいでとどめておきましょう。ここもね、本当はこんだけ桜咲いてたらたくさん入れたくなるとこなんですけど、ここはぐっと我慢してちょっと鏡に映ったちらっとした感じね、でいきます。ちょっと出てる奥に刺します。こんな感じですね。はい、今日はこちらで完成になります。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は桜の石生けをしてみました。割とね、桜は全国手に入る花材じゃないでしょうかね。北海道はどうだろう。あるよね、きっと全国的にある花材だと思いますので、ぜひね、いろんな桜を生けてですね、お家でお花見、まあ、こういう時代ですので、してみてはいかがでしょうか。なんかすごいお家が明るくなりますね。ではまたお会いしましょう。チャオ。